はい、皆さんこんにちは。長岡 HR420 桃助です。今日は埼玉県さいたま市の荒川河川敷秋ヶ瀬公園に来てます。今日はですね、南アルプスの聖岳山頂に移動する板橋 AB303 局をキー局に板橋ロールコールが開催されるということで、ここにやってきました。今日はロールコールに参加してみようということで、桃チャンネル行ってみたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、ありがとうございます。発車確認になります。よくはよろしいでしょうか。板橋ロールコール728回聖岳山、ありがとうございました。すみません、まもなく下山しないと、まあ、すでに暗くなることは決定なんですけども、日付が変わってしまう関係上ですね、ラストボルトをさせていただきます。他ご入荷の方いらっしゃいますでしょうか。板橋ロールコール受信します。ハワイ16メリット5です。長岡ホテルロメオ420、長岡 HR420 ポータブル1どうぞ。東京 ED913 メリット5、長岡 HR420 番機さん、ポータブル1、東京 ED913 番機さん、メリット5をいただいた局長様、お待ちください。すみません、グラップに今上げておりますので、場合によりましては電池切れになることもございます。ご容赦ください。はい、了解です。板橋 AB303 聖岳山頂移動、こちらは長岡 HR420 ポータブル1、埼玉県埼玉市です。秋ヶ瀬公園です。秋ヶ瀬公園です。はい、移動お疲れ様です。メリット5をお送りします、どうぞ。ああ、秋ヶ瀬公園まで届いてるんですね。埼玉市桜区でしたっけ。埼玉市桜区秋ヶ瀬公園移動、メリット5ギリギリですね。ギリギリメリット5でいただいてます。大変お待たせしました。ご後に最後開けていくらでしょうかね。はい、メリット5です。ありがとうございました。長岡 HR420 番機さん、板橋ロールコール、どうぞ皆さんご参加よろしくお願いします。どうぞ。はい、ありがとうございます。1ワットの時からね、聞こえてました。1ワットの時から聞こえてました。今日湯沢町移動のね、新潟 S50 局さんも1ワットで聞こえてたんでね、びっくりしました。はい、ありがとうございました。またよろしくお願いします。73、はい、ありがとうございます。あと解説なんでしょうかね。はい、ありがとうございました。またよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。電池マークなしにつきですね、最終確認です。よろしいでしょうか。調子をご注意します。埼玉 AB16 とバータブルは東久留米メリットです。埼玉 AB16 東久留米ボータブルメリット5、同じくメリット5どうぞ。埼玉 AB16 メリット東久留米です。お疲れ様です。ありがとうございます。気をつけていただきましょう。どうぞ。マーク1本ついてます。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、無事ね、チェックインの方できました。聖岳で結構ね、山深いところなんで、かなり時間かけてね、板橋 AB303 局行かれたんじゃないかなと思います。この後ね、だいぶまた時間かけて下山されるんじゃないかな。そもそもロールコールって何なのかっていう話なんですけども、まずキー局というね、中心になる局がいます。この中心になるキー局と、参加する各局が更新をするというイベントです。まあ、その中でですね、まあ、キー局の移動地と各地のレポートを交換したり、あとは大事なのが情報交換の場ということですね。ロールコールの参加局からキー局が、情報提供を受けてね、その情報を参加局に回していくと。まあ、今はインターネットで簡単に情報交換ができてしまうので、まあ、確かにね、そういう意味での重要性は薄れてきてるのかもしれないんですが、やっぱりですね、この無線上で各局が集って、キー局を中心にコミュニケーションを取る、こういうロールコールイベントね、非常にですね、普通上の更新も楽しいですし、こういうロールコールイベントも楽しいので、ぜひ一度はですね、参加をしてみてください。各地のロールコール情報についてはこの動画の説明欄にもいくつかロールコールをやっている掲示板ブログ等のリンクを貼っておきますので見てみてください。以上、長岡 HR420 桃助でした。事件です、事件です。ちょっとね、今この自転車をね、倒しちゃってね、自転車の上にね、 DCR 置いておいたらちょっと、はい、ベルトクリップがですね、自転車が倒れた衝撃でちょっとどっか
行っちゃったんだですね。はい。ちょっと探してますけど、見当たりません。ダメだな、これ。はい。ということで、諦めるか。はい。バイバーイ。